リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、先日ね、生まれておりました青大将の卵がね、実は3つとも帰りましたので、そちらの方のね、子たちを見ていこうかなというところでございます。まずこちらね、本編入ります前によかったらこちらのチャンネル登録、そして SNS、フォローいただければなと思います。あと高評価ですね、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、はい、見ていきましょう。生まれたのはね、全部で3匹全部で12個ぐらい卵は生まれたんですけれども、全部は帰らなくてですね、ところどころやっぱり腐ってしまったりっていうので、最後までね、ちゃんとうまくいったのがこの3つでございました。こうやって青大将の卵とかの、管理をするっていうのは、爬虫類の卵を管理するヒョウモントカゲツ、ヒョウモントカゲモドキ、レオパですね、レオパド月光に続いて2回目になるんですけれども、レオパの方が少し温度高めなんですよね、管理する温度が。で、逆に、青大将は北海道の気候でも育つと思っていたので、温度管理は特にはしてませんでした、大きくは。湿度の管理だけっていうところで今回行ったのもあって成功したのかなっていうところ。一応温度管理をするのに、フランキーだったりとかっていう形で用意はしてるんですけれども、ちょっとなんだろうな、そのフランキー、これね、フランキー、深き、が、周りの温度にちょっと左右されやすいので、例えば、夏の気候で、結構温度高くなると、周りの温度もちょっとこう吸収してしまってみたいなところで、なんか、温度が安定しなかったんですよね。まあ安いものを買ってしまった私も悪いんですけれども、その安物を買ってしまったかゆえに、温度の管理がなかなか難しかったんですよね。で、レオパの卵はその時失敗してしまってて、今ウズラの卵もやってるんですけれども、ウズラの卵も天卵は手動天卵なんですけど、それでもやっぱり周りの温度に左右されて、本当は38度ぐらいをキープしてほしいところなんですけど、たまにやっぱ39度とかになったり40度近くなってしまったりとか、逆にちょっと寒くなると36度とかっていう形で上下幅が4度ぐらいある状態なんですね。っていうのがあんまりよろしくないなっていうところで、この孵化装置っていうのはちょっとなかなか使い切るのは難しいのかなっていう風に感じたのが私の意見でございます。なので、ちゃんとした冷温庫とかそういうのを用意して温度調整をして、負荷を試すっていう形が一番いいのかなと思っております。はい、では本題入っていくんですけれども、今回ね、その青大将の卵をやってみて、青大将はやっぱり北海道の気候でも生まれるっていうので、温度管理がそんなに重要じゃなかったんですけれども、湿度の管理はすごく大事でしたね。湿度はもうほんと 90% ぐらいで、卵がちゃんとパンパンになるような形ですね。湿度の管理が甘いと、卵がだんだん、へこんでいくんですよね。なので、へこんでる卵をパンパンにするために、湿度の管理かなりちゃんとして、卵パンパンで、湿度、ちゃんと吸収してっていう形で行いました。で、湿度管理をした結果、ちゃんと育ってくれた子たちが増えてっていうところ。最初湿度の管理が甘くてラップをかけてなかったんですよ。プラケースに入れて、水苔だけ入れて、水苔をね、水分多めにはしてたんですけど、結構なんだろうな、それでも足りなくて、上からラップをかけるっていうのをやっぱこうインターネット YouTube とか見てたりするとやってる方が多くて、それをね、真似させていただいたらうまくいきましたね。なので12個あった卵、ちょっと残念なことになってしまったのは、私のちょっと12個中3個になってしまったのは、私の落ち度かなと思っております。ただ100分一見にしかずですね、やってみないと分かんないです。やっぱりどんなに知識があっても、どんなにこういう風にやってみてくださいっていう大まかな知識があっても、こういう卵関連とか子供を育てるとかっていうのはやっぱね、聞くよりもやらんとあかんねって思いました。はい、以上でございます。はい、そんな感じでうちの子たち見していきましょう。9月6日に生まれた子、9月8日に生まれた子、
9月9日に生まれた子っていう感じで分けています。一応この9月6日に生まれた子は私のご友人のところに行く形になります。はい。でこの子とこの子はうちにいることになるかなっていうところでございます。はい。ではちょっと1匹ずつ見ていきましょう。9月6日に生まれた子はね、もうそろそろほんと脱皮します。初回の脱皮ですね。で初回の脱皮が終わった後あれですね、ご飯を食べるようになるので、そこでご飯をあげていこうかなっていうところです。おっ、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、こんな感じ。ちょっとねこの子は色合い的にちょっとね、なんだろう、ブラウン寄りの色をしてます。もう脱皮が近いからなのかもしれないんですけれども、灰色っていうよりもちょっと黄色みが色として入ってるかなと私は見ております。よいしょ、少し黄色みがねこんな感じで、でもう目はこんな感じでね、あの白く濁っていて脱皮しますねっていう形をもうしてますね。はい。こっちはねなんかこう灰色なんですけど、その灰色の部分に少し黄色みの色が入っているような感じがしますね、色合い的に。はい。でおそらく尻尾がこんな感じで寸胴で同じ長さの部分が大きいので、多分男の子なんじゃないかなと、まあ多分ですけれどもね、はい、多分です。あの絶対だな、あごめんごめん、嫌だったね。絶対ではないんですけど、尻尾のあの感じが急に細くキュンってなってないので、多分男の子かなっていうところですね。はい。で次9月8日に生まれた子、この子はね多分女の子なんですよ。どうでしょう。まだこの子はね脱皮の兆候はないですね。すごく元気。でこっちの子はまあ、脱皮がまだなのもあるのかもしれないんですけど、灰色のグレーの部分に青みがちょっとかかっている感じがしますね。はい。あの頭の部分とかちょっと青みが強いなっていう風に感じています。さっきの子はねどっちかっていうともうちょっと黒めの子なんですけれども、こっちはどちらかというと灰色が強めの子だなっていうところですね。でこの子は尻尾をちょっと見させてもらうと、はい、こんな感じ、急にスッと細くなっているので、おそらく女の子なんじゃないかなというところですね。はい。セブシシバナヘビとかに比べると、総排出口から尻尾までの長さ、尻尾の長さっていうので、あの見比べがちょっと難しい子たちなので、青大将はなのでおそらくみたいなところですね。あと今ちょっと怒ったね、ちょっと怒ったね、ちょっと怒ったけど飛び出しはしてこないですね。何でちょっと怒ったかというと、尻尾をパチパチ今させてたと思うんです。尻尾をね、あのガラガラヘビみたいにこうパチパチさせるんですね。ほら、こんな感じで。で、このパチパチは、あのガラガラヘビはあの実際に尻尾が鳴るらしいんですけれども、この子たちはあの壁とかに打ちつけることによって鳴ってるっていう状態ですね。はい。では最後、9月9日に生まれた子。今日撮ってるのが、9月の10日ですね。はい。なので生まれた次の日ですね。この9月9日の子は朝卵からね顔出していて、インスタグラムにはそれアップしたんですけれども、朝顔出していて、お昼じゃない夜か、夕方帰ってきたら卵からちゃんと出ていたっていう状態の子でございますね。ちょっとねこの子は奇形で生まれてきてしまって、でこの子もちょっと青みの強い子ですね。こんな感じで、でもこの子もちょっと黄色みここがあるねさっきの子が一番青みが強い、ね、でこの子は奇形で生まれてしまって、ここの背中の部分がこうやって L 字に曲がったまま生まれてきてしまいました。おそらく卵の中でね、形というか収まりがよろしくなくてこういう形になっちゃったんじゃないかなっていうところなんですけれども、ただ本人はすごく元気ですね。はい。
で、一応私の中で気をつけなきゃなと思ってるのが、初回の脱皮は多分普通にしてくれると思うんですけども、初回の脱皮終わった後にご飯をあげてみて、ここのところでご飯が詰まらないかどうかっていうところですね、この L 字の部分。はい、ちょっとね奇形で生まれてきてはしまったんですけれども、でも本人的には全然前に進めるし問題なくね生きてはいけそうなんですけれども、でもこういう感じでね、奇形な部分っていうのが、しかも結構手前の部分だからね目立っちゃうなっていうところでございます。はい、ちょっと卵の管理がよろしくなかったのかっていうふうに思ってはしまうんですけれども、まあ、卵の管理をうまくしたからといってこの奇形ができないかできるかっていうのはちょっとね、分かんない部分なので、まあ、奇形だからといってね、なんかするわけではなくて、私がね責任持って育てていくっていうだけのお話でございます。でこの子もね尻尾のあの感じを見ると、急にスンと細くなってるので、おそらく女の子であろうなという想定です。うち女の子多いですね、なんかどの動物も。はい、マナちゃんも女の子だしね、スズも女の子だし、はい、女の子がちょっと多めですね。セブシシバナヘビもね女の子なんでね、セブシシバナヘビのサナちゃんも、マナ、サナ、スズ、そしてカブ、ロメも女の子で、ここの青大将ちゃん、こっちの9月9日の子も9月8日の子も多分女の子なんでっていうところですね。うん、まあ F 字にねああやってなっちゃってるけど元気そうではあるので、はいっていうところでございますね。はい、ちょっと入ろうか。いいよ、入っていいよ。よし、はい、こんな感じでね3つの卵生まれましたので、この状態で管理をしていって、この9月8日に生まれた、9月8日じゃない、9月6日に生まれた子、こっちね、9月6日に生まれた子は友達のところに、譲渡させていただこうかなと思っております。いやー、多分ねこう命の神秘っていうのを感じましたね。卵の生まれるのを見たりとか、自分からやっぱ卵を割って出てきてっていうところで、ね、多分ねその命の神秘を次感じるのは、初めての脱皮がこの子たちが終わって、でなんで初めての脱皮を終わんないとご飯を食べないかっていうと、まだ卵から生まれたばっかりって、なんていうんだろう、人間でいうところのへそのみたいのが最初ついてて、ヨークサックっていうのがついてるんですけれども、ヨークサックから栄養を取って、でヨークサックもまあ1日目ぐらいでポロってお腹から取れるんですよね。でヘビちゃんたちにも尻尾じゃないやへそみたいな部分っていうのがあって、でそこにねヨークサックっていうのがくっついてるんですよ。でもそのヨークサック取れて、で残ってる体にある栄養を、消化吸収して、最終的に、消化吸収した分を、終わったのでっていうので脱皮を1回して、でその後にご飯を食べるんですけれども、はい、そんな感じなんですよね。なのでこんな感じでね成長してくれております。あとはねこの調子で、あとは1回目のご飯を食べるときに、おそらく私がまた生命の神秘というか、教えてもいないのにご飯を自分で補足して食べてるよって風になるかもしれないですね。はい、っていうところでございます。本日はねこの間、1匹目生まれた後の、青大将の卵が、2匹3匹と生まれましたよっていう、お話でございました。はい、もしよろしければこちらのねチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、そして TikTok やっておりますので、よかったらフォローお願いいたします。はい、そういうことで次回のまた動画でねお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。